今から四つ葉のクローバーを作ります。折り紙は何枚いるんですか？4枚です。はい、私は黄緑と緑2色ずつします。さっき見せたクローバーになります。はい、切ります。これで一つが出来上がりです。あ、ハートだ。四つを組み合わせます。で、組み合わせ中です。テープでくっつけています。